ご視聴ありがとうございます。はい、先日ですね、セリアに行ってきました。それでね、こんなものを見つけました。もうこれ、買った人はいるかもしれないですね。で、ピンクとネイビーがあって、ネイビーの在庫がすごいたくさん残っていたんだけど、このピンクがラスト1個だったんですよ。だからピンクの方がいいのかなと思って、初めはピンクだけ買おうかなと思ったけど、どうせならね比較しようと思ってこっちも買ってみました。でピンクの方がね、カカオバターって書いてあるんですよね。でネイビーの方を見るとワセリンって書いてあるんですよね。ちょっとどういう風に違うのかちょっと今から開けてみますね。で開けるとこんな感じですね。これはねこうやってシートがあるのが衛生的でいいんじゃないかなって思います。ちょっと匂い変えてみようか。うん、なんかすごい匂い、結構きつい匂いかもしれない。そしたらこっちネイビーの方ね開けますね。あ、もうなんか触った感じちょっと硬そうで、ちょっと開けますね。開けるとこんな感じ。あ、匂いがね、あ、なんか違う。こっちのピンクい方が匂いが結構きついかもしれない。うん、こっちの、私はこっちのねネイビーの方が好きかもしれない。でテクスチャーですね、まずこっちのピンクの方ですね。あ、すごい柔らかい、なんかホイップクリームみたい。手に塗ってみます。すごい柔らかい。うん、なんかなんていうのかな、海外のちょっとなんていうの、バラの匂いっていうの、きつい、ちょっと苦手な人は苦手かもしれない。でもすごい伸びがいいですね。そしたらこっちのネイビーの方、あ、結構ねテクスチャーがやっぱり固めですね。こんな感じ。うん、いや、ちょっとなんかネイビーの方が、うん、ちょっとなんか油っぽいっていうのかな。なんか匂いはこっちの方がいいけど、塗り心地は私はね、こっちのピンクい方が好きかな。ちょっと青い方はねっとりする。ちょっと油分が多い感じ。ちょっとベタつく感じがしますね。まあ好き好きですよね。ああ、やっぱりねこっちのピンクい方がし、なんていうの、さっぱりする感じですね。うん、あ、こっちの方が好きかもしれん。あ、匂いは、うーん、微妙だね。匂いはこっちの方がいいけど。で私はね、顔にね塗っちゃおうと思います。こっちのね、このピンクの方だったら全然顔に塗ってもいいような気がする。すごい、なんていうの、うわ、うん、いいね、さっぱりする。でこっちのネイビーの方顔に塗ってみますね。うん、やっぱ伸びがいいのもこっちのピンクだね。うん、やっぱりピンクの方がいいわ。確かにピンクの方が
多分売れてるんだと思う。ちょっとやっぱり青いネイビーの方がちょっと、しつこい感じがする。本当になんていうのかな、乾燥する人とか本当に保湿したい人はこっち、こっちでもいいかもしれない。でこっちだったら私は顔にこれからも塗ろうかな、乳液代わりに。であんまり肌が弱い人はね、あのこれとはいえボディクリームなのでね、私はもう顔に塗っちゃおうと思うけど、肌があまりにも敏感な人はあんまり顔に塗らない方がいいかもしれないですね。でここを読むとね、ちょっと待って、あ、ね、内容量、内、容量がね 75ミリ って書いてありますね。でインド製って書いていますね。カカオバター、潤い、滑らかなお肌。カカオバターがお肌に必要な油分を補って、お肌に必要な水分をキープしますって書いてありますね。手のひらに本品適量を取って十分になじませてからお肌に塗布してくださいって書いてありますね。でこっち見ると、毎日のスキンケア、乾燥からお肌を守ります。ワセリン、ミネラルオイル、グリセリン、ですね、グリセリン 34% 以上、全成分中って書いてありますね。な感じですね。はい。どうでしょうか。気になった人、買ってみてください。ほら、こんな感じ、手のひらにこんな収まる感じなので、持ち運ぶにも、いいかもしれないですね。そんなに、こんな邪魔にはならないかなと思います。こんな感じですね。直径8センチで厚みが 2.3 センチかな、こんな感じですね。はい、いかがでしょうか。はい、最後までご視聴くださってありがとうございます。ラムさんがずっとここにいました。はい、最後までご視聴くださってありがとうございました。バイバーイ。